世界中で目撃されている未確認生物イエティ。そのイエティに関する驚きの情報が。人間の子供を産んだメスのイエティがいるんだ。これがそのメスのイエティ、ザナ。そしてイエティの息子クイト。実はクイトの頭蓋骨を持っているんだ。特別にその頭蓋骨を見せてもらえることに。イエティの子供だという頭蓋骨を公開。驚きの事実が。現代でもザナの子孫は生きているんだ。我々は子孫がいるというジョージアへ。果たしてイエティの子孫は本当に存在するのか。私がイエティのひ孫です。ついに発見。世界初、イエティのひ孫に取材成功。なぜザナが人間の子供を産んだのかが明らかに。協力のもと DNA 検査を行った。すると未知のが発見されました。驚きの結末は極限ミステリー。12月7日水曜夜7時。